バンジャマン・ボーティエは、スイス生まれの画家、イラストレーターである。農民の日常などの風俗画を描いた。デュッセルドルフ美術アカデミーの教授を務めた。スイス、欧州のモルジュに、教師の息子に生まれた。ジュネーブで、ジュール・エル・ベールに絵を学び、1848年から2年間、宝飾店でエナメル画家として働いた後、ジュネーブのラート美術館の美術学校で学び、 ジュネーブの画家たちの中で活動するようになった。1850年にドイツに移り、デュッセルドルフ美術アカデミーに入学し、カール・フェルディナンド・ゾーンの教室で学び、ハイン・リヒ・ミュッケからも学ぶが、ゾーンの教育法が合わず、8ヶ月でアカデミーを中退し、ルドルフ・ヨルダンの私塾に移った。仲間の学生のルートビヒクナウスと各地を射精旅行した。百五十六年には、 スウェーデン出身の画家、カール・ドゥンケルとパリで修行した。1857年からデュッセルドルフに定住し、1858年に結婚した。ミュンヘンの展覧会に出展したした作品で、風俗画家として人気を得た。挿絵画家としての働き、カール・インマーマンやベルトルト・アウエルバッハの著書の挿絵も描いた。美術アカデミーの教授になり、木戸メニーズ。 ヨースト・マハイム、ムンカー・チミハーイ、ニコライ・ドミートリー・ジェビッチ・ド・マイトリジ・オレンバーグ・スキー、ビンセント・ストルテンバーグ・ラッチー、カール・サント、ハンセン、カール・エマニュエル・ヤンソン、マリア・エル・エエヘレーネ・アリストラプ、キャサリン・エンゲル・ハート、エカテリーナ・ユンゲといった、様々な国からの学生を教えた。デュッセルドルフで没した。ボーティエの子供たちの何人かは画家になり、 創尊の弁暴ティエもモダニズムのアーティストとして知られている。ありがとうございます。